僕の考えはまずね、宇宙を作った存在の立場になって考えるの、その時地球になって考える、それから考えて人類どうすべきか、俺はどうすべきか、こう考える思考法なんでね。そうなるともうあんまりのんびりしてられないというふうに思うということね。未来はだいたい決まってる、だいたい決まってるのね。で、生まれた時に地球の将来までほとんど決まってて、それを予定して生まれてきたに違いない。自分の使命も ほぼ分かるというと、どうも早くやらなきゃ時間がないと。で、一番大きく変わってきたのは、その大変動でびっくり現象がいっぱい出てきた。で、悪い方では気象異変が、ここ100年で50倍になって、あと数年で今の倍になりそうだ。日本でいうと精神異常者が50年で50倍になって、またあと数年で倍になりそうだというようなとんでもないことが起こってる。で、人たちの意識は自分だけ良かったらいい、お金があったらいいというようなね、非常にガサガサした世の中というので、これやっぱりね、この宇宙を作った存在の立場になって、あるいは地球の立場になって考えたらね、こうもたまんないと思うね。で、人間ってのは一番その、まあ、創造主があったら創造主の分身なんでね、その人間がしっかりしなきゃならない、しっかりまだできる余地がある。じゃあどうしたらいいか。